イルスフェルトは、ドイツビュールテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、マチソンで、シュトゥットガルト大都市圏の周焉部に含まれる。イルスフェルトは、ハイルブロン郡南部の初津ハ川沿いに位置する。イルスフェルトに隣接する市町村は、南から時計回りに、グロースボットバール、ネッカーベストハイム、ラウフェンアムネッカー、タールハイム、ウンターグルッペンバッハ、アプシュタット、 ヴァイルシュタインである。イルスフェルトは、アプシュタット、ヴァイルシュタイン、ウンターグルッペンバッハと共に、イルスフェルトに本部を置く、自治体行政連合、シューツハボットバールを形成する。イルスフェルトは、イルスフェルト地区、アプシュッターホーフ地区、アウエンシュタイン地区、ヘルフェンベルク地区、ショツハ地区、ビュステンハウゼン地区からなる。イルスフェルトの地域には、 中石器時代から新石器時代にはすでに人が定住していた。イルスフェルトの集落は、1102年の皇帝ハインリヒ4世の贈与証明書に初めて記録されている。ハインリヒは、イルスフェルトの辞書をシュパイアー司教に寄贈し、これがジンスハイムにもたらされた。1157年、コンラート3世の洞滑により、イルスフェルトはシュバーベン公領とされ、 1386年頃、上級大官所ラウフェンの管轄下に置かれた。ビュルテンベルクのオーバーアームトが組織された後、1808年にオーバーアームトベジヒハイムに組み込まれた。1938年にこのオーバーアームトが廃止されると、これに属していた。他の市町村の多くと共に、イルスフェルトはハイルブロン軍に編入された。 1904年の大火後1904年8月4日、大火が起こり、町役場、学校、教会、77棟の倉庫を含む130棟の建物が焼け落ちた。物的被害総額は139万2696帝国マルクに上った。原因は、子供がリンゴを炙っていたアルコールコンロを倒したことによるものであった。 ビュルテンベルクの村の消火施設のホースの継手が、まちまちであったことが、消火活動の妨げとなった。この大火災は、ドイツ全土にショックを与えた。ビルヘルム二世をはじめ、数日間のうちに4万人が見学に訪れた。1971年7月1日に、諸佐派が、イルスフェルトに合併した。 1973年12月31日、独立した町村であった、イルスフェルトとアウエンシュタインが合併し、新しい自治体としてのイルスフェルトが発足した。イルスフェルトのプロテスタント教会、イルスフェルトとアウエンシュタインには、それぞれ独自のプロテスタント教会がある。カトリックの信者は、ウンターグルペンバッハのカトリック教会組織に属す。イルスフェルトには、 この他に、町の中心部に、メソジスト教会アプシュタットハッペンバッハがある。アウエンシュタイン・アウエンシュタインは、1240年に、初めて記録されている。はじめは、帝国直轄の村であったが、1350年までには、ビュルテンベルク領になっている。アウエンシュタインは、オーバーアームト・マールバッハに属していた。1938年にこのオーバーアームトが廃止され、 ハイルブロン軍に編入された。諸茶派駅近くを流れる諸川。派側諸茶派この村は、800年頃に創設された。14世紀までに、他の7つの小集落が荒廃する中、諸茶派とビュステンハウゼンは存続した。この村は、この地を流れる諸茶派側と同じ名前で呼ばれた。諸茶派の現存する最初の記録は1213年である。15世紀にこの村は、 シュトゥルムフェーダー・フォン・オッペンバイラーが治める帝国騎士領となり、ビュルテンベルク領のイルスフェルトやその周辺集落との間で教会紛争が起こった。1548年に帝国高等裁判所はシュトゥルムフェーダーの訴えを退けた。続いて、シュトゥルムフェーダーはせめて教会については独立させようと試みたが、1624年の三十年戦争で、 これも果たせなかった。1659年に、諸津派は、ビュルテンベルクの租税庁集権下に置かれ、再び長い紛争に突入した。1805年、諸津派は、売身家の枠組みの中で、ビュルテンベルク領下の独立した村になった。この村は、オーバーアームとベジヒハイムに属した。オーバーアームとベジヒハイムの廃止後、1938年に、 ハイルブロン軍に編入された。1954年から村はイルスフェルトの代表者との共同統治となり、1971年7月1日にイルスフェルトに九州合併した。イルスフェルトの町役場イルスフェルトの議会は22議席からなり、これに議長を務める主張が加わる。図柄、銀次。横向きの黒い鹿の角の下に、 根を張った緑色の木。旗の色は緑白。木はイルスフェルトを象徴するものである。鹿の角はイルスフェルトがビュルテンベルク領であったことを示している。両者の組み合わせは1468年からイルスフェルトの印象に現れる。1468年のこの印象はビュルテンベルクで最も古い村の印象であり、村の紋章である。 1596年の印象からは、鹿の角の向きが、現在のものと同じになった。16世紀の後半には、紋章の色が定められた。アウエンシュタインと合併後の新しい自治体としての、イルスフェルトでも、従来の紋章と旗が引き続き用いられることになった。これらは、1978年1月24日に、ハイルブロン群地方行政局の認可を得た。 イルスフェルトは、ビュルテンベルクワインのビュルテンベルクウィンターラント地方、ショツァハタール、ブンネンシュタイン、キルヒエンバインベルク地区に属すは委員長である。イルスフェルトは、アウトバーン A81 号線沿いに位置し、インターチェンジも備えている。1899年から1966年までは、ボットバールタール鉄道がイルスフェルトを経由していた。イルスフェルトでの出来事は、 日刊紙ハイルブラーナーシュティンメの南東部版に掲載される。イルスフェルトは見どころの多いビュルテンベルクワイン街道沿いに位置している。1904年の大火災後、一連の建築物が有限としている様式で再建あるいは新築された。その中にはバルトロメ教会、町役場、幼稚園、ドーラシティフが含まれる。メインストリート沿いには 一見の価値のある木組建築が並ぶ。ヘルフェンベルクの高台には13世紀のヘルフェンベルク上司が残る。イルスフェルトには屋外プールがある。屋外プールの隣にはテニスクラブ GRN バイスがあり、多くのテニスコートやクラブハウスがある。スポーツクラブイルスフェルトではバドミントン、サッカー、柔道、空手、陸上競技、卓球、体操、 バレーボールのチームがある。ありがとうございます。